はい、おはようございます。5月12日の6時10分の相場解説になります。まずデイリーの方から見ていきましょう。デイリーね、昨日すごい大きな事件が起きたんですよ。このアリゲータラインが下にぐーっとね開がっていく中で、この下目線にねずっと行ってるところだったんですけども、なんとですね、陽線がズバズバズバっとすごい勢いで出まして、昨日1日は大きな陽線が出てしまいました。これは何だということだったんですけども、どうやら日銀が何かしたようだったですね。で、ちょっとここでね視点を変えなくてはならないのが、1日日足がですね下の方に向かって、4時間も下の方に向かって、で1時間足だけがね上かなと思ってたんですよ。まあ下の方に向かっていたわけですよね。まあ、ですんで、こういうふうにぐーっと上がってもまた N を変えて下に大きく下がるんじゃないかなというふうに思っていたんですけどもね、そうはならずにぐいっとね持ち上がったということでございます。で、ちょっと振り返ってみたいのが一つ、ここにですね力点があって、ゾーンが伸びているわけなんですね。ここもだからたやすく突き破ってしまったんですけども、気がついていればこのゾーンを破った時点で、買いで取れていたかなと思うんですよね。気がついていればこうやって振り返って、ここは取れていたなっていうことを確認するのは大事です。で、以前ここでねレンジを書いていたわけなんですよね。こんな感じで、で今後この上昇の波がどこまで行くかなっていうことなんですけども、これを伸ばすとここまでは見えてるかなっていうところですね。まあ、ですのでこれからも上昇を続けるようでしたら、107円の860とかね990あたりまでで利確をしなければならないかなっていうところでございます。まあ、こちらの方のねゾーンはもう超えてますんでね、今日買いで入るのはそんなに悪い戦略ではないということです。で1時間の方を見ます。1時間でね私たちはっていうかね、私は利益を上げていきますけども、ほらこんな感じなんですよね。まあ、ですんで、こうね10本20本ぐらいですか。まあこの辺をね超えたら、もうもしくはここのヒゲですよね、ちょっと大きくなりますけども、ここに包み足があるんですよ。でここも包み足なんですよ。でどっちでもいいんですけども、今横線引きましたよね。これどっちでもいいんですけども、ここかここを超えた時に買いで入れていたかなっていうのが、まあ今わかる反省点なんですよね。まあこの時間私はまあ寝ていましたんで取れないですけども、伸びていったのが N 字を書いて、ほら綺麗にこことがっちり合うわけですよね。まあ、この形似たような形が出てきたらまたね、買いで取っていけるかなと思うんですけどね。まあ、ということでね、今日のポイントは2つです。まあ、改めてになりますけども、時間軸の見方は大きい方からデイリー4時間1時間という順番で見て、場合によってはね15分足とか30分足っていう買い足も見ていかないといけないかなっていうところが、まあ、一つですね。もう一つは、まあ、ことが終わった後にどの辺にどの形が出てたかなってことを、まあ、確認していくことです。まあ、今回でしたらゾーンと N ですよね。ゾーンを突き破った時から大きく伸びていくってことと、この N の形がきちんとゾーンの2つのねゾーンで出てるかなってことですね。でこれがだからこの辺で見れるようになれば勝てるわけなんですよ。この辺でね、この辺で見えるようになったら勝てるわけなんですよね。この辺で、この力点が2つあるなということで、どっちかで跳ね返って、ここで跳ね返っていくのか、ここで跳ね返っていくのかっていうことなんですよね。いやー難しいですね、でもね、ぶっちゃけね。それからリスクリワードの件なんですけども、エントリーしたところがあって、で、ロスカットをこの辺で設定すると、私は3分の1なんで、あ、ちょっとはみ出しちゃいましたけども、全然感覚もおかしいですけど、すいません。まあ、こういうふうな感じで、ね、リスクリワード、ここと、ここが 1.3 ということにしています。まあ、ですんでね、ロスカットってのはやっぱり避けられないんですけども、ロスカットも予測通りっていう考え方でいた方がいいですね。まあ、ですんで、いくらかな。例えば、107円の000で、入るとしますよね。107円の000と 1.37 1対3のリスクリワードなら106円の900をロスカットラインとして設けることと、107円の
300、あ、200ですかね。あ、300ですね。300でリスクグラードを設けると、こういうことですね。ちょっと書きましょうか。107円の000でエントリーするとしたら、下が106円の900でしょ、うん、で、ロスカットラインでしょ。で、テイクプロフィットが107円の300と。これで1対3なわけですよ。テイク、リスクリワード 1.3 っていうのがこれでできるわけなんですよね。で、ここでエントリーしたとして、波がね、こういう風に行きかけて、で、そんな真直線に、倍の方に行くことはないんですよ。だいたいギザギザしながら下に一旦行って、で、それがまた上に行って、こういう風な感じで伸びていくんですよね。で、その時に、ピュンとここでヒゲでね、カットされて、結果的には107円の300まで伸びたんだって言ったら悔しい思いすることがあると思いますけども、これはね、リスクリワードをもう最初に設定したんだったら、これもね、受け入れていかないといけないんですよね。で、これをね、動かしちゃうんですよね。で、迫ってきたらこうやって動かしちゃうと、検証ができないんですよ。こっち動かす分だけ、テイクプロフィットラインも上の方に上がっていっちゃうんで、もう、それだったら最初の設定値がおかしいわけですね。エントリーしたときに、これね、だから考え方ね、全資金量のっていうふうなところからいくといいんですよ。投入してる資金が、わかりやすく言うと100万だとするじゃないですか。で、1ロットでかけると、まあ、大体、エントリー1万円、1% 放り込むことになるんですよね。で、失っていい金額を全体の量の 1% すると、マイナス1万円のところで、ロスカットラインを入れるんですよ。で、1万円の投入でしたら、3万円勝つところでテイクプロフィットラインを入れるんですよ。もう、これでいくということですね。だから10万円だったら、1000円、ロスカットラインは1000円マイナスになったところで。で、テイクプロフィットは3000円プラスになったところで。っていうふうに考えていくということです。だから、1万円しか入れてないと、なんでね、低ロットになるかっていうと、ロスカットラインが100円、テイクプロフィットが300円勝ち。こういった比率になるんで、やっぱりね、1万円投入額だと、どうやっても、10円ベットになるんですよ。で、ベットのロットを増やしたかったらね、やっぱこう投入金額を1万円から、例えば10万円にしていくと、ワンエントリー100円とかっていう勝負ができていくかなっていう、こういう方法ですよね。ちょっとわかりにくかったと思いますんで、またこれはね、講義の方を作りますんで、もうちょっと待ってください。それでは、本日ありがとうございました。ぐたぐたと長くなっちゃいました。